今シーズンも朝練終わりました。ありがとうございます。こんな感じでキーパー陣一致団結してます。じゃあチョロ君にお願いします。朝練終わりました。やりきりました。いないですか。あ、です。やりました。朝練頑張ります。今回もお願いします。午後も頑張ります。2024初妖怪スタイル。午後もファイティン。なんすか、その近づいてきて。なんもないっす。バイバイ。
らに上へ進歩、発展向上してください。どうも今回はありがとうございました。トレーナー3人です。いつも体のケアしてくれてます。こんばんは。こんばんは。ゆみきさん、こんばんは。こんばんは、みきやです。よろしくお願いします。どんなタイムスケジュールですか、トレーナー陣は。これから今8時なんですけど、これから、はい、ケアで、まあ、20時ぐらいまで多分やるんじゃないですかね。はい、お願いします。はい、最年少、こんばんは、渡辺壮太です。26歳です。大島監督から監督命令で一発ギャグやれって言われたんで、はい、一発ギャグやれって言われたんで、はい、お願いします。じゃあ一発ギャグ、はい。翔太君、翔太君、じゃんけんしよう。じゃんけん、いい、いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。ああここへ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、これから新加入選手を紹介していきたいと思います。じゃーん、自己紹介お願いします。
スワボン21番田中渡です。何歳ですか？今年で24歳です。若いなぁ。いいね、いい笑顔してるよ。いやいや、ちょっとあんま見せない。ないね。今何をやってんのかな、これは。今これはちょっとケア、子供っすね。どう、キャンプは？キャンプはきついですけど、サッカー楽しんで、めっちゃ充実します。ユナイテッドの選手たちはどうですか？馴染めてますか？まあ、そうっすね、みんな優しい、いい感じです。まとめたね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、はじめまして、はい、手番号65番西戸久俊です。よろしくお願いします。お願いします。鹿児島の印象どうですか？一つ、あったかいはなしで、みんなあったかいっていうのはなしで、うん、鹿児島ユナイテッドもそうですけど、やっぱあったかいっすね。人も気候も。これ今年の決まり文句だ。いやマジで、本当上の人とかもマジで話しやすくて、僕らマジで下の方なんですけど、すごい居心地がいいというか、すごいチームの雰囲気としていいものを感じています。じゃあ、たくさん のサポーターの方見てもらってるんで、ぜひ一言、ここを見てほしいっていうのと意気込みをよろしくお願いします。そうですね、僕の前に、チームを前に、ボールを前に、ゴールへ進むプレーっていうのを見てほしいっていうのと、点とアシストをたくさん取って、一つでも多くの勝利につかめるように頑張ります。応援よろしくお願いします。一発やっとく？一発いっときます。やります、はい。ありを踏まないやつ。足入ってないよ、もう一回。テイク2。この渡るの顔よ。いや、俺めっちゃ好きっすね。好き？私のテイク2。はい、どうぞ。ありを踏まないやつ。ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、今日も。